はいどえー、もう選挙ね衆院選始まってえー、ちょっとね日々ねこの動画を上げるのもね選挙期間中ってなんかやっていいこと悪いことありそうですやん。ねあのなんか基本的にはまあテレビとかねああいうのは放送法があって。 あの選挙の時にはこうだああだというねなんかそういうのあるらしいですがあの基本的にはまあ YouTube とかねこんなんは基本的にはまあ誹謗中傷とかねそういうことがこう個人攻撃とかそれがなければいいみたいなことなんですがまあその加減がちょっとわからないんでね結構日々ねどうしようかな今日は何のネタにしようかなとこう考えるんですが。 まああのー、そんなんでこう、YouTube とか見ながらね、まあ、最近、えーまあ、やってるとこやってないとこありますけどね、えー、立憲民主とかね、えー、令和とかで、維新の会とかあ、そういうところを結構、まあ、YouTube で、ね、上げてるんで、えーまあ、共産党もそうか、共産党も上げてるし、国民民主も上げてるのかな。 まあそんなんでこういろんなね街頭演説とかねそんなをこう見てるとちょっと面白いなと思ったのがあの面白いというかユニークというかねちょっと独自路線をいってるなというふうに思ったのが日本維新の会、うん、まあまああのー、書くとねそれなりに色はあると思うんですけど。 維新の,の会はもうこれあのもともとがねあの大阪あ発信の大阪スタートで、えー、始まった <laughs> 地方政党ですからね、うん、だからなんとなくその色がね、えー、ずっとあるしなんかね松井代表とかねあの松井代表があれ、えー、いつやったかな なん,かなんか討論会かなんかでもね言うてはりましたけど最近の日本維新の会はねなんかシュッとちょっとこうスマートなね若返りもして、うんえー、なんかこうシンプルなこうシンプルというか、うん、スマートなイメージもう当初はもうなんかもうガラガラのおっさんばっかりみたいな,なんかそんな感じやったのがよ,よくなってって。 そういうイメージがね変わってきてるみたいなことを言うてはりましたけどいやいやもうああの松井さんが代表である以上全然そんな感じはしませんよというふうに僕は思ってましたけどね <laughs> いい意味でね、うん、まあそれをなんか今もうねこの今回の選挙戦もあのー、まあ本当に政権制始まる前まではね やっぱりこう野党といえば立憲民主共産党 <laughs> まあその2党がですねまあ4党共闘してる社民令和というとこも含んでなんですけどやっぱりそことまあ国民民主がまあそこには4党共闘には入らないとかいうようなまあそういったニュースとかが結構ね多くて。 なんとなくこう日本維新の会ってああそうやなとあのぜぜひひの要は、えー、なんか自民党の腰銀着やとかねなんかそんなふうに言われたりとか、えー、してるこうあんまりこう印象が残らなかったという。うん、で僕も おちょっとその辺ねあまりこう注目も注目というか僕自身があまりこう見てなかったこともあるんですがちょっとね最近その街頭演説とかね YouTube で見てるんですけどあのおやっぱりあの地方政党、えー、それでやっぱり自分たちの独自路線というかね今回も。 えー、与野党ともに成長というキーワードそれと分配というキーワードねそれをもとに、えー、選挙戦、えー、やってますけどそれが、えー、日本維新の会はねあの改革ということをまあこれは 自分たちがまあ日本の維新の会はねご存知のようにね大阪、えー、府知事が今副代表の吉村さん大阪市市長があ松井さん代表の松井さんという中で地方自治という中でその政治をやってるそこのやっぱり実績というのをね、えー、まあ掲げて。 えー、選挙戦を戦をってるでその中でやっぱり自分たちがやってきたことをそれと自分たちの公約に対してねやっぱりきちっとせ結果を出すんだということでまあ私らはやってますよということを訴え続けてる。えー、別にそれ以上でも以下でもないと。 なんかまあそれをね、ま、松井さんとかね話するとやっぱりこう、うん、そ,その辺のおっちゃんがね何か言ってる感じがして、えー、なんとなくこう「うんうんうん」んんってこう耳に入ってくるまあ私年齢的にそうなのかもわかんないですけどね若い人からしたらなんやこのおっさんっていうふうになるかもわかりませんけどまあその中でやっぱりねこの改革というものをね えー、まあ要は維新の会としてはねやっぱり自分たちがやってきた地方自治なんだけどもまずその借金をしてね分配をするとかね、えー、その成長に借金をして何かをするという以前にそれはもう後に必要になればそうしないといけないけども以前にまずやっぱりその。 えー、構造改革というか政治そのもの行政そのもののやっぱり、あのー、行政の中でのやっぱり改革まあそれは大阪でやってきたことなんですよね。まあいろいろ叩かれることもあるし賛否両論あるしね、えー、というのはあると思いますけどまあ結果だから大阪は無償化とかね、えー、学費の無償化で給食費の無償化とか。 あそういうふうにこう絞り込んだ中で、えー、今まで予算としてそこを使ってた分浮く分をそういうところに分配して当然まあ借金もせずで借金の返済はしていってるんで借金が徐々に減ってきてるそういうようなことをやってると。でやっぱり人人が少なく人のの職員の数とかも 何割やったかな割割か3割減らしてるんですよねでそうなるとやっぱり仕事負荷はかかるけどもその負荷を全て職員で賄うんじゃなくて外にも民間にもそのできることは依頼して出していくというようなスタイルで運営をすることによって、えー、まあ要は節約できるところ無駄を削ぎ落として節約できるところそこで。 えー、節約した分を分配に回すと。で、こういうことが全国国でもできるんじゃないかということを訴えてるわけですよ。まあ、これはね、地方自治のやっぱりそういう政治とそれと国の国政、やっぱこの違いは当然あると思うんですよね。で、えー、やっぱり彼らは。 地方自治でやっていて、えー、やはり地方でやる政治を行う自治体の政治の中で国との連携とかね、えー、地方自治にもう少しこう責任を持たすとか予算を与えるとか、えー、その内容によってはね、えー、そういうこともきちっとやっていけるような、まあ、それをだから下からこう。 えー、下でやったことを元にねその上国政というものを考えていくという視点になると思うんですけど、まあ、そこにはやっぱり、えー、それでできることできないことって当然生まれてくると思うんですよ。ただ僕はそれ自体はね決して悪いことではないし、えー、逆に言えば当然 国民により近いところで政治をしているわけですよ自治体のね大阪に限らずだから国民の声生活それはより見えるわけですよねうんでそういったことを、えー、踏まえてのやっぱり国いや国とやっぱりその地方自治これがそういうことでちゃんとつながっていくのがまあ本来言ってるのが本来なんですけど。 それが今言ってるかと言われると今回コロナのあの状況対応とかですね見ててもそこにはやっぱり隔たりがあるんだなというのはあやっぱり我々一般国民も見えたと思うんですよね。だからそういうこう見えたところを、えー、改める改善していく。 そういうことの僕は一つのきっかけにはなるしそういう意味では維新の会が国政にもう少しこうね議員を送り込んでね、えー、国の中で国政の中で、えー、そういうものを少しずつでもいいから出していくというのは僕はまあ政治そのものの改革いつも言ってるようにね、えー、には う一つのね、ねやっぱり意義がああると思いまますよ、ねうんえーまあ、ただ全国的に見るとねちょっとな知らんわ日本維新の会って何やってんのとどんなことできんねんとまあ大阪で何かやってるらしいけどあ分からんなというのがもう現実やと僕は思ってるんで、えー、一気にバッとこうね維新 がた例えばあの政権を取るとかそんなことはまずありえない今ではねで逆にそれはそれですごく不安は大きく残りますから、えー、とは思うんですがまあでも僕は今回ね、うん、まあ本当にユニークに独自路線で自分たちのペースで、えー、必死になってやってる。 というところは僕はあのー、認めるべきとこかなというふうに思うし自分たちの実績を、ねえー、ちゃんと持ってですね、えー、改善すべきポイントとかそういったところも持ってい,くいける、まあ、強みというかね、うん、そういうところは他の野党の中で比べるとおやっぱりあるかなとは思います。 ただそれがまあさっきも言ったね地方という自治体地方自治というのと国政の違いっていうのはあるかなとは思いますけどねまあ今回ねあの選挙戦、えー、結果これが、えー、まあまあ、えー、多少はやっぱり維、ね、新もお議席今十10議席やったかな。 えー、衆議院、10議席かなんかからは、まあ、多少は伸ばすとは思いますけどね、うん、<laughs> まあひょっとしたら倍ぐらいになるかもわからへんけども、まあ、そこは、えー、まだまだわかりませんが、でも、どんな結果になってもね、僕はこういう形で選挙をして、えー、有権者に訴えていくうということを続けていくべきやと僕は思うんですよ、これはこれでね。 そういう意味ではあの意味のある、えー、維新にとってそれと日本の国の、まあ、政治もさることながらそのやっぱりそ,のそれぞれ役所というところのあり方でそういったことを含めてさっき言ったみたいに 役所がやるべきことの中のできる他民間でできることは民間でというねそういうスタンスまあ結構今もうみんなそうはなってきてるとは思いますけど、えー、そこにね既得権というものがあのー、既得権益というのが含まれるとねそれがちょっとひ,、まあ、ひん曲がってくるんですよね でもそうじゃなく本当に、えー、できることという、まあ、効率ということも含めてね、まあ、どっちかというとそっち上へと置いてかな、うんえー、っていうことをやることによって僕は新しいその成長のきっかけを生み出すんじゃうかなというふうに思います。なので、まあ、こういうスタンスでね選挙戦を戦っていく。 うんえーまあ、今だから野党のね四党共闘、まあ、そこに国民民主もこう入りながらの野党それと与党自民公明の与党の対立構造としてね今やってるそれはそれでいいんですけどうんやっぱり、あのー、その現実地方自治というね地方国と地方 それの在り方ということを考える中で、えー、僕はこれは意義はあるとこの維新のね、えー、日本維新の会のこの選挙戦結果そのものが、えー、意味があると僕は思ってます多くなろうが少なくなろうがねそれが日本の国のこれからということで考えないといけない 課題というものをどちらにしても僕は出すんじゃないかなと思ってる。それからそれで、えー、今回のね選挙戦、うん、ちょっとまあユニークな存在としてね、えーえー、普段だん、えー、与党に対して野党のね、えー、政権交代ができるような、ね、そういう鑑識のまあ時代政党 のようなそういうものを必要だと僕は普段言ってますが、まあ、そこにはやっぱりこの、えー、国だけではなくてね地方というのは当然、えー、運営地方自治、えー、その在り方そういったことも当然必要になってくるまあそこにんまあ本当はねだからそういうことを踏まえた、えー、与党にしろ野党にしろね、えー、ものがきちっと つな、えー、がっていくような形になる、えー、日本維新の会のようなね意見交換とかそういうのはねあの日本知事会とかそういうなんでねいろいろやってると思いますけどやっぱり内閣と各自治体でそれは話をするだけではなくて権限予算 そういったことも含めて、えー、俺はきちっとねつながりを持つ組織体として。えー、ということが、まあ、やっぱり今コロナで見えたとこコロナでの課題というのはそこかなと思うんで、うんまあ、だからちょっとまあまあねあの与野党のね一対一の構図を邪魔してるようなところもありますが。 えー、日本維新の会の、うん、存在意義というか、うん、それはそういう中であるかなというふうに思いました。ということで、えー、今日はこの辺りで、えー、終わります。どううもごご視聴ありがとうございました